そっか塾の久保です。剛さん、メッセージありがとうございます。ちょうどね、たまたまフェイスブック開けて、ランチのサブスプリクションですか、サブスク、ちょっと言いにくいですけど、まだね、ランチの1ヶ月食べ放題のプランをね、見ていて、わーこれいいなと思っていたところなんですよ。まあ、その剛さんからね、こうやって友達申請が来て、まあ、本当に光栄でございます。それから、まあ、そっか塾を、知っている方から、もしくは私の塾生かもしれないですね、お話しくださって興味を持っていただいて非常に嬉しく思います。もちろん友達申請ね、もう大歓迎でございますんで、これから仲良くしていただければと思います。で、お住まいが名古屋ということなんで、すぐにお会いすることはできないですけども、今のね、世の中こんな感じですから、また落ち着いたらね、私そっか塾もまた全国ツアーやりたいと思いますので、まあ、気軽に、お会いしていただければと思います。こんばんは。こんな感じでご挨拶終わらせていただきます。それではよろしくお願いします。